藍津若松市。藍津若松市は、日本の福島県藍津地方に位置する都市で、藍津地方の中心都市である。江戸時代には、藍津藩の城下町として栄え、現在でも若松城、鶴ヶ城や、白虎帯など、歴史上の事物が観光資源として有名である。その他にも小杖などの文化的な特色、赤べこなどに代表される伝統工芸などにより、 数多くの観光客を集める。近年では、平成30年、情報通信月間総務大臣表彰を受けるなど、情報通信技術、ICT を利用した取り組みの先進地域としても知られる。1889年、当時の若松町が、福島県で初の市政を施行して、若松市となり、その後も周辺町村の編入などを繰り返し、 1955年の七村編入時に、藍津若松市に市名を変更し、現在に至っている。藍津若松市を中心とする藍津若松都市圏、の人口は約23万人、2010年都市、雇用県。藍津若松市のある藍津盆地は、盆地床が藍津平、藍津平とも呼ばれ、他に北方や坂下などがある。また、藍津盆地から、 北の井出山地を越えると、山形県の米沢、米沢盆地、東は稲脇城を経て、大宇山脈を越えると、中通り地方の氷山、氷山盆地、西には野沢などを経て、越後山脈を越えると、新潟県下越地方の新潟市、越後平野が位置しており、各地とは、万越自動車道や国道、JR 万越再線などによって結ばれ、観光を通じて、 それぞれの都市との交流も活発である。藍津盆地の南には、藍津高原と呼ばれる山間地が広がっており、尾瀬などの観光地が点在している。地域の西側を阿賀川が流れているほか、市の東側は稲葉城湖に面している。内陸であるが、大宇山脈異星に位置しているため、水系も日本海側であり、冬には豪雪地となる。 会津や若松と省略して呼ばれることもある。会津若松市は福島県西部一帯を占める会津地方の中心都市で、市街地は会津盆地の南東部に位置する。市域全体では市街地の南に広がる広大な山地も市域に含まれ、最南端は足の牧温泉などのある大都竹市周辺まで市域に収める。東側は 稲わ城湖の約3割が地域に含まれ、稲わ城町や郡山市と接する。北、西は北方市など、合津盆地内の市町村と隣接する。東西に国道49号、万越自動車道、JR 万越西線が通っており、南北も国道121号などの道路、合津鉄道合津線などによって、周辺地域と結ばれている。 これらの合津地方の東西を結ぶ道路と南北を結ぶ道路は合津若松市で交差しており、鉄道でも JR 万越西線、只見線、合津鉄道合津線が集まる合津地方の交通の要衝になっている。双方の対岸は真西の日本海沿岸が新潟に、真東の太平洋沿岸は大熊に相当する。地域の北部、西部、中心部周辺は、 ア津盆地の南東部にあたり、市街地、商業地、住宅地などのほか、水田が広がる。また、市の南部から北部に阿賀川が流れており、市域東部、南部からは、湯川、せせなぎ川、不動川、古川などが流れる。市の東部は、稲わ城湖に面しているほか、市の南部には、山地が広がる。盆地特有の気候であるため、一年の気温差が大きく、 夏は暑く冬は寒い気候である。また、1日の温度差も激しい。1月の平均気温摂氏1度、8月の平均気温摂取25度。また、通常冬は降雪、積雪がある。このため、豪雪地帯に指定されているが、冬季の積雪は合津地方の中では少ない方である。日本海が淡気候の特徴を多く持っているほか、 海から離れているため内陸性気候の特徴も合わせ持つ。年間平均気温は摂氏11.7度で、年間平均降水量は1133.8ミ、mm、リメートル。1920年の国勢調査開始以降、1930年代にかけて人口は減少しているがその後は増加に転じ、1990年代まで増加を続けていた。 市内一基町にある大塚山古墳は四世紀、後半に造営されたものである。出土品の三角延伸住居は、機内で鋳造されたものと同一と推定されている。都市としての会津若松市の起源は、1384年、四徳元年の、芦名直盛による黒川城、若松城築城に遡る。以降、城下町、黒川は、 戦国大名足名しの両国支配の拠点として、また当時欧州最大の都市として、発展を遂げていった。1589年、天正十七年、伊達政宗の下で勢力を拡大する伊達氏が、足名しを滅ぼし、黒川を新たな本拠地とした。しかし、翌1590年、天正十八年、豊臣秀吉の欧州市沖により黒川は、伊達氏から取り入られ、 代わって、ガモ宇治ジが入宝した。宇治里は、町の名を黒川から、若松へと改め、鴨群軍流の縄張りによる城作りを行った。なお、若松の名は、出身地の日野城、中野城に近いうまみ、岡渡田向神社、現在の滋賀県鴨群日野町村にある神社、ガモ市氏の宇治神の参道周辺にあった、若松の森に由来し、同じク領土であった。 松坂の松という一文字もこの松に由来すると言われている。七層の天守、現存する五層の復元天守は、官営年間に改築されたものを元にしているを、有する。この城は、宇治里の陽名にちなみ、また、賀茂受けの舞鶴の家門にちなんで、鶴ヶ城と名付けられ、また、追記と同時に、城下町の開発も実施した。具体的には、丘陵の日の松坂の商人の商兵、 定期史の解説、落一落座の導入、手工業の奨励等により、江戸時代の合図藩の発展の礎を築いた。宇治里の死後、上杉景勝が入法するが、関ヶ原の戦いで、徳川家康に敵対して敗れ、米沢違法となった。その後、賀茂秀行、加藤義明などの領主を経て、六百四十三年に、徳川秀忠の子、星名正行が入法して、 ア津松平家の祖となり、以後若松は、ア津藩の城下町として栄えた。1862年、文久2年、ア津藩主、松平方森は、京都市五職に任ぜられ、尊能上位発士の取締りや京都の治安維持を、担ったが、長州藩を筆頭とする倒幕派、後に、明治政府軍となるの恨みを買うと担った。1868年、慶応4年に、 母親戦争が勃発すると、藍津藩は攻撃の対象とされた、藍津戦争。明治政府軍は若松城下にまで進攻し、白虎隊の自陣などの悲劇が起き、城下町の大半が怪人に返した。母親戦争で敗れた結果、藍津若松は明治政府の直轄地となり、民政局が設置された。翌1869年に民政局が廃止されて、 若松県が設置され、県庁は最初、大町の有通寺に、次に、旧若松城本丸に置かれた。明治4年7月14日、1871年8月29日の全国的な廃藩地県により、引き続き若松県が設置され、合津若松は若松県の県庁所在地となった。しかし、1876年、明治九年8月21日には、 若松県、福島県、1876年以前、岩前県の3県が合併されて、現在の福島県が成立し、これ以来は福島県に入れられている。1889年、北伊豆郡若松町となり、1899年、市政施行により若松市となった。この年の人口は3488人であった。 1890年に、私立藍津中学校が開校。後に、県立に移管され、福島県立藍津中学校となり、現在の福島県立藍津高等学校に至る。1899年、明治32年7月15日、岩越線、現在の万越西線が、若松駅、現在の藍津若松駅、1917年、 大正6年4月21日に開場まで開通する。万越再線は1914年、大正3年11月1日に2月まで全通した。1908年、日露戦争に伴って新設された第13師団の、不評第65連隊が若松に置かれ、現在の合津若松市立第二中学校の敷地が永住地とされた。 同連隊は1925年のう垣軍縮に伴って廃止され、代わって第2師団の不評、第29連隊が仙台から移動する。その後、1937年の日中戦争を契機に不評第65連隊も復活した。不評第65連隊は南京攻略戦などに参加。不評、 第29連隊はガダルカナル島の戦いに投入され大きな損害を受けている。1902年、明治35年1月1日開業の合図、電力株式会社により電力の供給が開始されたほか、1929年、昭和4年4月1日には水道給水が開始された。また、1934年、 昭和9年3月5日の東京への電話開通など、この時期には近内化が進む。また、1932年、昭和7年10月19日に五百円、合津松平市、庭園。1934年、昭和9年12月28日には若松上司が国の史跡に指定されたほか、1937年、昭和12年4月1日には、 現在の市役所庁舎が完成している。太平洋戦争では会津若松は空襲を免れた。1946年には新名通りが開通。1947年には会津若松商工会議所の設立が認可。1953年10月3日には会津祭りが開催されるなど戦後復興を遂げてゆく。 1955年には周辺の7村を編入し、この時に市名を若松市から現在の合津若松市に変更した。市名の変更は福岡県の若松市、1914年市制。現在の北九州市若松区との混同の回避を目的として行われたもので、先に市制を敷いた市が改名した唯一の例である。改名前には電信、電話、 郵便等において漁師が混同されることが多く、郵便物に至っては非平均50通、多い日では100通もの誤配があったという、町村合併の記録福島県総務部地方課、1958。福岡県の若松市は、1963年2月10日に、文字市、小倉市、戸端市、八幡市と合併されて、北九州市となったため、 福岡県の若松市は消滅したが、会津若松市はその後も会津を頭につけた、指名まま現在に至っている。1961年には人口が10万人を突破し、1965年から住居表示実施により、順次、旧町名が新町名に変更される。また、1965年9月17日には、 鶴ヶ城の天守閣再建工事が落成する。1989年には、藍津若松市観光公社が設立され、観光業も発展していく。その後は1993年4月14日には、藍津大学が開校し、1992年10月29日に、藍津若松 IC を含む区間が開通していた、万越自動車道が1997年10月1日に、 全線、岩き新潟開通し、交通網の充実が図られた。2011年3月12日の福島第一原子力発電所事故により、原発所在地である大熊町の町役場の機能が、合津若松に転した大熊町役場合津若松出張所。1965年、昭和40年から、住居表示実施により、順次、旧町名が、 現在の新町名に変更されていった。旧町名のうち、1877年、明治10年までに成立していた町で、1889年、明治22年に、北合津郡若松町として合併した町を列記する。大町立町、大町和幸町、大町二の町、大町二の立、大町三の町、大町元の町、大町三十四の立、 大町四の町、大町名古屋町、道場工事町、原の町、高野町、高賀町、ババ神一の町、ババ下一の町、ババかずゆき立町、ババ上二の町、ババ下二の町、ババ二の立町、ババ神三の町、ババ下三の町、ババ三の立町、ババ上四の町、ババカ四の町、ババ四の立町、ババ上五の町、ババカ五の町、ババ名古屋町、 大工町、幕露町、上四の町、本六日町、上一の町、上六日町、上二の町、下信伏井町、上五の町、広人町、中六日町、上信瀬町、屋敷町、本郷町、立三日町、寺町、東名古屋町,町、五軒町、横三日町、鳥居町、月の木町、阿弥陀町、阿多ご町、長江寺町、大護町、南横町、 天明寺町、殿町、滝沢町、仙石町戦国町、古河町、京林寺町、老町、赤井町、諏訪四谷、東間町、東間中町、吉久町、針山町、河原町、材木町、湯通寺町、七日町、北小路町、西明子山町、針山米子山町、上山町、中山町、下山町、後の文町、境町あざ、角内。 栄町あざ栄町一丁目。栄町あざ栄町二丁目。栄町あざ新栄町。栄町あざ栄町三丁目。栄町あざ栄町四丁目。栄町あざ本三の手。栄町あざ本、かつき手。栄町あざゆずうじ町口。坂井町あざ川原町口。坂井町あざよねしろ二の手。栄町あざよねしろ四の手。栄町あざ十八奏。 栄町あざわり町、栄町あざお手前、栄町あざ平内、栄町あざ古民の定常、栄町あざ天寧寺町口、栄町あざ放射術、栄町あざなよだかき、境町あざ津町、新横町、片柳町、南町。これらは、いずれも合図若松合同庁舎内にある。 2018年5月20日現在、2015年11月20日現在、中心市街地のメインストリートは、中央通りや新名通りなどがある。新名通りは商店街であり、このメインストリートを軸に、中小の商店が並んでいる。しかし、全国規模の郊外型大型店の相次ぐ、進出により、市街地中心部では空き店舗が目立つようになった。そのような中で、 中心市街地の一つである七日町通りでは、市からの補助金制度を作り古い町並みの保存や復旧に取り組むことで、新たな観光資源としての町づくりを行っている。市域北部、西部などには水田が広がっており、稲作が盛んである。会津若松市内の主な百貨店、複合商業施設、大型ショッピングセンター、郵便局、簡易郵便局、 ア図若松は、ア図盆地の交通の中心でもあり、道の区国の南の要衝であった。路線バスは、市内では、ア図レクリエーション公園付近のみを走行する、バンダイ・トート・バスの路線を除き、ア図乗り合い自動車、ア図バスグループ一社のみにより運行されており、ア図若松駅前には、路線バスのバスターミナルがある。その他、観光客などに向けたバスとして、アイ若松駅、 七日町、鶴ヶ城、500円、東山温泉、飯森山などを結ぶ町中周遊バス、ハイカラン、赤部、絵が運行されている。合津若松市拠点の主なタクシー会社、合津若松市から利用される空港以下の街道は合津五街道と呼ばれた。その他にもいくつかの街道が存在していた。明治時代、福島県で、 西間道常によって、合津三方道路という土木事業が推し進められた。西に向かう越後街道、南に向かう野州街道、北に向かう周街道によって構成される。詳しくは、福島県内の通りを参照されたし、合津若松は長い歴史と風土から伝統ある文化を持ち、現在では合津若松の観光産業も担っている。合津若松は、 その歴史的経緯、文化的特色から観光業が盛んで、多くの観光客が訪れる。2005年以降、合図ディスティネーションキャンペーンなどの観光キャンペーンが行われており、新宿駅や上野駅から JR 東北本線、万越祭線などを経由する直通の特急列車、合図5を運行するとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。